キッシュ部始まりました。どうもです。はい、今日はですね、皆さんなんでここにいるの、何しに来たんだと、ここ塗装ブースですよね。皆さんご存知の方はご存知だと思います。ハンバーグ師匠のハンターカブを塗装やりましたよね。みんな見ました？ハンバーグ師匠の塗装のやつ超面白かったじゃないですか。で、僕ここの塗装屋さんどこなんだろうと思ってめっちゃ検索した結果、なんとめっちゃ地元、めっちゃ僕の生まれ故郷なんですよ。川口市柳崎なんですけど、そこにですね、ハラペコモータースさんに今日は来ました。はい、そして今日ご紹介いたします、ハラペコさんでございます。お願いします。はい、どうもどうも。10じゃないけど、ね、ね、そうですよね。はい、いや、今日よろしくお願いします。お願いします。はい、僕のですね Z900RS のホイールです。はい、あちらをですねハラペコさんにどうしてもお願いしたいっていう、僕お願いしたんです。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、今日そのお願いをですね叶えていただけちゃうということで、いや、もう感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます。いい、はい、ということで、それがですねこちらでございます。ドーン、こちらです。もうですねホイールはね準備しました。これも洗ってですね、前回僕の Z900RS の、500万ってやつでハル監督が乗っていた車両のですねものを譲ってもらったんですね。こいつを、ただそのペイントも何色にするかっていうのもこれからハラペコさんと一緒に、ちょっと考えていきたいなと思っております。はい、楽しみでございます。はい、10。それでは、工程に入っていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。いやー、皆さんこうやって塗装はまずこれマスキングが命ですもんね。これ大事です。はい、これしっかりやらないと、はい、汚らしくなっちゃうんで。ですよね。僕はね触れない方がいいですから。ですよね。そうですね素人は触るなですから。はい、どっかしらでね体験をしてもらうっていう方が、マジっすか、ネタ的に面白いならば。いやいや嬉しいですね。ちょっと何か触ってみたいですね。何か、うん、本物の道具に触るなんてね。そうですね。失礼ですけど、まあまあ、ちょっといやいやいや、缶スプレーでやるっていう人も DIY で多いけど、はいね、せっかくだから、はい、塗装に携わって、はい、愛着がさらに湧くという、はい、いや本当ですね。なかなかないですよ。ただね、オーダーして入ってきましたっていうよりやっぱり、はい、ね、俺が塗ったんだっていうところで、はい、うん、何かしらがあった方が。そうですね。まあ、ください。しくじっても知らないよと。はい。本当ですよね。キシチュー。これをですね、星型に残したかったんですよ。めんどくさいことお願いして、すいません、もう。本当だ。さて、ハラペコさん、本当にもうね、でもどうしてもちょっとそこはやっておきたかったんですよ。いや、あとはね、色ですよね。色、何色にするのか。先ほどもう向こうに塗装がもう終わってるタンクと色々置いてありましたね。あれは、はい、今磨き作業中です。あ、そうなんですね。いや、僕ね、さっき見かけたんですけど、ハラペコさんが制作したあのカブ、あれ超かっこいい。見ちゃいましたあれはね、みんなに見せたいぐらいですよ。はい、ということでですね、できました。マスキングが、見てください、このようにですね、僕はですね、こうちょっと星型にですね、マスキングを、貼ってもらってですね、この星型のところはそのままステンレスを残そうということですね。これですね、アルミだよ。あ、そうだ、アルミだアルミでしたということで、ここまで。で、はい、次何やるんですか。はい、今度塗装をする前の下ごしらえの一つのサフェーサーっていう、はいはいはい、サフェーサーっていうのを拭きます。なるほどですね。で、それを拭くために、はい、こういう、はい、紙やすり、おー、はい、600番番手、はいはい、これで軽くサササーっと、はい、足付けをします。はい、それをするとなんか塗装が乗りやすいですか。はい、密着性の向上。ああ、そうなんですね。ツルツルの上に塗装するとよくこうペロンペロンと剥がれる、はいはい、人とかいると思うのはもう完全な足付け不良。ああ、なるほど、勉強になりますね。
はい、それでじゃあそこをこれからやってもらう感じですね。はい、いでいきます。はい、ありがとうございます。お願いします。めっちゃ見てきますよ。よし、さあさあっと、はい、あ、結構傷つけられるんですね。そうですね、まあこのアルミ地出てるところは本当のアルミなのかな、はい、クリアが乗ってるかちょっと分かんないんですけど、はい、なんかでもクリア乗ってそうな感じしますよね。うん、雰囲気的には。はい、でこう、しっかりと、はい、まあ600番、うん、とサフェーサー自体はおおむね、はい、320とか400番ぐらいの、はい、ペーパーには、はい、あ、ペーパーのところに隠れるっていうのかな、はい、傷が埋まるっていうのかな、はいはい、で、まあ、あんまりツルツルの細かいペーパーで研いでも、はい、あの密着性が良くないんで、そうなんですね、ギリギリの粗さで食いつかせるために、はいはい、サフェーサーのサンディングをしない、はい、ノンサンディングサフェーサーっていうのを採用するんで、はい、ちょっと普通のサフェーサーよりは、はい、薄いです、はい、で、薄いもんであんまり粗いペーパーでやっちゃうと傷が埋まらなくなっちゃうんで、はい、600番でやってます。わかりました。作業が必要なわけですよ皆さん。こういう風に塗装っていうのは手間がかかるんです。手間かかります。本当に大変な作業なわけです。武田さん、ありがとうございます。これ今何やってんですか。これは今、はい、足付けしたカスを掃除してます。はい、拭いたりとかじゃなくて拭いちゃうんですね。拭きます。ダッシュです。ダッシュなんですけど、はい、なるほどなるほど、綺麗に、ちゃんとした脱脂は、はい、右手を、ちゃんとつけてあります。そうですよね、はい、まずホコリ落としみたいな感じです。はい、はい、やってくんですよ皆さん。手間かかりますから。キシチューそっちに行かないようにする。はい、最後はい、これからサフェーサーが入ります。サフェーサーの時間でございます。おお、すごいですね。流行って吹いていくんですね。サフェーサーを吹いておりますよ。あまり近づかないスコアね。おお、すごいです。グレーになってまいりました。ほら、すごいですよ。プロの仕事はすごいですよ。こういう感じでやっております。いや、すごいですね。そうやってやっていくんすね。いや、本物の塗装が目の前で見れるとは。はい、めっちゃ撮られてます。めっちゃ広角で撮ってます。はい、いや、すごいですね。こういう感じでサフェーサーは吹いてます。皆さん、すごい。花ぴこさん、ありがとうございます。お疲れ様でした。なんともうサフェーサーが仕上がりましたね。先ほどくるくる回しながらザーザーやって、めちゃめちゃ早かったですね。まあね、サフェーサーはそんなに火を使って吹くものでもないんで、はいはい、本当ですか。だいぶすごい、もうめっちゃ綺麗ですね。意外と色入りやすかったから。すごいです。やっぱさっきの足つけも効いてるね。効いてますよね、うん、だいぶやってくれたから。いやいやいや、何言ってますか、うん、はい、確かに下地しっかりやっとけば上の色はかけた時に差は出るかな、はい、はいはいはい、雑にやったら上も雑になっちゃうから、はい、うん、超嬉しいですよ。もうなんせあれですよ、この現場僕 YouTube で見てますからこの辺ちょっとですよね、ですよね、この辺にありましたもんね。かけてありましたもんね。この辺ぶら下げてね、はい、これがあって、はい、ハンバーグ師匠がやってましたからね。とりあえずですね、前編はここまでですね。次回編はですね、
これの色を作るところから、はい、色を吹いていくところですね。そうです。最後クリアまで吹いていくんですか。そうです。もう、はい、次回来てもらう時には色を作って色吹いて、はい、クリア吹いて。いや楽しみでございますね。はい、Z-QRS腹ペコさんにやってもらいますので、はい、また次回もよろしくお願いします。一周部インスタ、ツイッター、フェイスブックやっておりますので、フォローの方お願いいたします。腹ペコもやってるよ。もちろんです。腹ペコさんのやつね、ここにバシッと、はい、ここにハローくんが貼り付けてくれますんでね、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、そして、キッシュ部チャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価もお願いします。それと腹ペコさんの YouTube もこちらに多分両方ね、ポンポンって出ると思いますので、はい、そちらの方皆さんフォローお願いいたします。はい、腹ペコさんめちゃめちゃやばい塗装やってくれますので、皆さんもぜひなんか塗装考えていればですね、概要欄の方に腹ペコさんの貼っときますので、皆さんそちらの方でお問い合わせお願いします。待ってます。はい、それでは午前中、あ、午前中ね、午前中、それでは午前中、それでは皆さんありがとうございました。バイバーイ。